はい、ではさ、こんにちは。TI からのプライスと申します。さ、タイトルにもある通りですね、今後のチャージライフの弱体化についてを今回の動画で詳しく話していきます。で、皆さんぶっちゃけ、チャーライを弱体化すべきだと思いますか、それともすべきでないと思いますか、こちらね、ぜひともコメント欄にね、お書きいただければ幸いです。で、今回ですね、このチャージライフの弱体化について、今後どういった時期に、そしてどのような弱体化をされるのかについてね、話していこうと思います。ではまず前から話していきましょう。で、今回のシーズン13でのパッチノートでは、これまで強すぎると言われていたディボーションの大幅な弱体化や、ランページのクラフト武器化などによって武器バランスが大幅に調整されまして、これによってユーザー間で強すぎると定評のつく武器はいずれ何かしらの調整を受けることが分かりました。で、これまでもですね、武器やキャラの調整基準として挙げられていたのがピック率、勝率、ユーザーの意見、この3つだったんですけども、今回のシーズン13ではユーザー間で弱体化を求める意見が相次いだにもかかわらず、一切の弱体化を受けない武器がありました。今回はその武器、チャージライフルが今後弱体化されるとして、どの時期に、どのように、そしてどういった条件で弱体化されるのかについてを詳しくまとめ、開発者がこれについて言及していたかどうかについても詳しく話していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしました、チャージライフルの弱体化について皆様の意見をくださいということで、今回はね、こちらに関する詳しい話題をお送りしていきます。ではまず1つ目、現状の民意から話していきましょう。で、まず現在のチャージライフルの性能をまとめていきますと、最大ダメージが90、そしてヘッドショット全弾に入れた場合は116となっております。で、装弾数は8発で、撃てる数は4発となっています。で、移動時間が4秒、そして 400m 以上からの減衰率が 77% というスペックを持っておりまして、スナイパーとしては他武器と比べデータ上ではそこまで強くはないんですよ。しかし、そのあまりにも扱いやすい特性だったり、あと遠距離からでも弾速の概念がないために、命中率としては他スナイパーを圧倒的に凌駕する存在であるんですよ。で、チャージライフルはシーズン3以降は目立った弱体化を受けておらず、装弾数の変化や減衰率の変化などが主な調整内容でありまして、大幅な弱体化を受けてからもうすぐ3年も経過するんですよ。で、それまでに多くのユーザーから弱体化を求める意見が相次いでおりまして、 Twitter 上や海外掲示板レディットにおいても、チャージライフルをどう弱体化すべきかなど様々な議論が繰り返されてきました。シーズン12でもですね、当然チャージライフルの弱体化は求め続けられていたんですけども、シーズン13のパッチノートではチャージライフルの弱体化は当初の予想とは裏腹に一切到来せず、これによってさらに一部ユーザーの不満を煽ることにつながってしまったんですよ。まあ、ただですね、このチャージライフルはその武器特性上から愛用するユーザーも数多く存在しておりまして、現にシーズン13のランクマッチにおいてはチャージライフルとの遭遇率は依然高いままであるんですよ。で、これによってですね、チャージライフルは今後ピック率やユーザーの意見を鑑みて弱体化の可能性は他武器より高くて、で、実際調整される基準はすでに満たしている可能性があります。ただ開発者からはチャージライフルのこの調整については今現在過去に公言されたもの以外では特に発言されておらず、実際に調整が今後スプリット2以降で到来するのかっていうのはまだ未知数であるんですよ。で、今回はこのチャージライフルが弱体化されるとして今後どのように調整されるか、そしてその時期についても詳しく考察していこうと思います。では次に2つ目、今後弱体化されるとして、どのような調整がされるのかについてを詳しく話していこうと思います。で、まずダメージの減衰率についてなんですけども、この項目はこれまでに数回調整がされておりまして、それ以降減衰率に関する目立った調整はチャージライフルは受けていません。そのため今後この減衰率が調整を受ける可能性もあるんですけども、しかしこの項目は先述したように数多くの調整を受けているため、逆に手をつけられない可能性も当然あります。そのため今後調整されるとして最も可能性の高い項目は最大ダメージ値の減少であるんですよ。で、この項目はこれまでほとんどの調整を受けておらず、実際この最大ダメージ90という数値は他スナイパーと比較しても遜色ないレベルに強力であるんですよ。しかもそれがレーザービームとして発射されまして、偏差などがいらないとなるとこの項目は非常に強いんですよ。そのため今後調整されるとすれば、まずこの最大ダメージ値の減少がやり玉に上がる可能性が高いです。で、次に装弾数の変化があるんですよ。で、これまで武器の調整で回数が多かった部類に弾数の調整が挙げられまして、実際今期の武器調整ではマスティフとスピットファイアに弾数調整が到来しました。で、現状ですね、チャージライフルは装弾数8発に対して発射数が4発となっています。ただこの4発という数字はクレーバーと同じでありまして、ここからさらに減ってしまうとチャーライのピック率が極端に減少してしまう可能性があります。
そのため相談数の変更に関しては可能性は低いんですよ。ただ移動速度の低下という弱体化はこれまで多くの武器調整に用いられたため、相談数は変えずとも移動速度を低下させる可能性は他武器と比較して高いと思われます。でここまでのですね調整内容をまとめると、調整するとして最大ダメージ数、そして移動速度の弱体化が可能性として高いという結果となりまして、これ以外にも様々な項目はあるものの、ユーザーが体感できる弱体化はこのポイントを抑えてくると思われます。で実際弱体化が今後より叫ばれるようになるかどうかっていうのは今後のチャーライのピック率にかかっているんですけども、ただ愛用するユーザーが多ければそれに比例してこうした不満の声っていうのも大きくなります。そのため今後チャージライフルがこうして弱体化のやり玉に挙げられている中でどういった調整が入るのかっていうのを見届けていきたいと思います。はい。でもしですねこちらに関して、いやこの項目が弱体化されるんじゃないかとか、まあ、そういった弱体化される可能性の高い項目について皆様なりの意見何かありましたらコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい。といった感じで今回の動画以上となるんですけども、この後にですねマークのランクマッチの映像も載ってありますので、ね、こちらも見ていただければ幸いです。それでは本編どうぞ。前の敵に喧嘩の方が行かない？俺は前行きたいよ。うん、それはそう。ジャイアン前向いて、聞いてるって人の話じゃん。ま、多分、ま、前が分かってない、前が。前がどっちか分かってない。進行方向に敵を選んだのか、聞いてみよう。こう言ってもらうと分かんないよ、バカなんだから。お、認めた。44入ってる。待ってる、待ってる、一人ロー、めっちゃロー、めっちゃロー、めっちゃロー。オッケー、全然当たらん。おめん。今のうちに移動か、これ。説あるな。今のうち移動っぽいな。いねえ、いない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 。ラッキー、なんか来てるが、家の中3人だよな。いや家の中いないんじゃない、ここと、ここだと思う。え、最高じゃない。いないわ。どこだ、どっか行ったんやけど、どこだ。家の中説ない、これ。いや家の中説はないと思う。当たった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 、すげえ当たってる。あたー、出てきてる出てきてる。待って、ここ3人3人3人。ちょっとジブドームたかれた。俺俺上行くわ。もう一人合ってる、そいつら。ナイス。あれ、あ、金の句か、あれ金の句や、この子。あと一人は、あと一人でもこの辺にいそうだけどな。あれいたー、あそこか、そこやった。あと金の句だけ。お前は終わりだよ。何もやらなかったな。あ、ナイス。あぶねえ。マジで。でかいでかいでかい。怖。あぶね。危なかったな。いや、あいつらすげえハイドしてた。3人にいると思わなかった。ナイスチャンチャン。でっけー。